まあ、今週は季節外れの暖かさが続きましたが、来週からは厳しい寒さになりそうです。エリアの紅葉シーズンも終盤となりましたが、名所の一つ小豆島の寒霞渓では見ごろが続いています。赤や黄色、オレンジが映える渓谷美、小豆島の紅葉の名所寒霞渓です。色づきは中腹にまで降りてきていて、ロープウェイや山頂から楽しむことができます。今日も多くの人が訪れ、もみじ狩りを楽しんでいました。素晴らしいです。今シーズンでこんだけ見事な紅葉を見れたのは初めてなので、紅葉を見に大阪からちょっと来ました。旅行しやすい雰囲気になって、あと国のキャンペーンもあるので利用しながらしやすくなったので楽しみにしてきましたね。わ、めっちゃ綺麗。感染拡大の影響で一時は激減した観光客も、全国旅行支援などによってコロナ前の 6、7割にまで回復してきたといいます。そんな観光客に人気なのが、赤く色づいたこちらの飲み物、寒霞渓もみじサイダーです。もみじの葉のエキスが入っています。色とりどりの、もみじと一緒にそのサイダーを一緒に撮影いただいてなど、二度おいしいような、形で楽しんでいただいております。見ごろのポイントがロープウェイの沿線になりますので、ぜひロープウェイにご乗車いただいて、そこからの、空中散歩をお楽しみいただければと思います。日本三大渓谷美の一つに数えられる寒霞渓の紅葉、今月いっぱい楽しめるということです。